どうもドズレです。はい、ということで速報でお送りしていきたいと思います。速報って言ってもね、連邦のキルさんもう8時間前につぶやいている内容なんですが、連邦のキルさんね、もう本当に情報通なので、皆さんぜひフォローよろしくお願いいたします。で、今回の内容なんですが、今クラロワのゲームってフレンドになろうとすると、こう Facebook フレンドじゃないと、ゲーム内フレンドになれないじゃないですか。今回のアップデートでなんと LINE だったりとか Twitter、メッセンジャー、Skype、 そういったね、皆さんが普段から使っているようなアプリの中からこう申請が送れるようになるらしいです。特にこの LINE でのこう申請ってすごくこう皆さんにとって、私にとってもね、すごくこう身近な感じがしますよね。であと Twitter とかも結構クラロワとかね、クラクラ勢もみんなやってるので、まあ、そういったところでこうフレンドがつながりやすくなるんじゃないかなと思っております。さらにさらにこうフレンドを、今ねフレンドってこうフレンドバトルはできるんですけれども、あとフレンドのね戦いを見たりもできるんですけれども、あのクランに招待することが可能になりますということで、ちょっと遊びたいなっていう時に、じゃあどこどこのクランに集まってみたいなメッセージのやり取り抜きに、ちょっとこう呼ぶとかね、相手のクランに招待されてすぐ遊びに行けるとか、まあ、そういった感じでフレンドとの距離がさらにこう近くなるような、アップデートが、近日中に実装される。これ多分12日の、明日のアップデートで実装されるということです。これリークじゃなくて本国公式さんがね、発表している内容なので間違いないということでございます。ということで、今回のアップデートはデッキスロットが3つから5つに変わったりとか、あとフレンドにね、なりやすくなったりだとか、結構こうなんて言うんだろう、便利面、便利、すごく便利に、なる感じなので、まあ、ちょっと今後もね、クラロワまたアップデート情報とか来たら速報でお送りしていきたいと思いますので、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はね、この後クラロワ2本と、あとクラクラとマリカ、計4本あげたいと思いますので、結構休日盛りだくさんではございますが、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。